皆さんこんにちは、自称レゴブルダー、ヒロインだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイタースペースシャトルです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の3月に発売された新しいレゴクリエイターです。外箱はこのようになっていて、確か数年前にスペースシャトルが発売されて、今回はこれの小型版と言っていいぐらいです。で、こちらのスペースシャトル以外に宇宙飛行士と宇宙船に組み替えることができます。宇宙船なんですけど、どう見てもグラディウスのビッグバイパーですよねはい、箱の後ろはこんな感じです。で、これと同時期に、はい、こちらレゴクリエイターのユニコーンが発売されました。スペースシャトルとユニコーンといえば、もうこれ分かる人は分かると思います。はいこれもしかしてなんですけど、偶然なのか狙ってきたのか、どっちかですよねこちらの定価は1180円で、ピース数は144個です。今回はこちらのスペースシャトルを組み立てます。スペースシャトルです。はい、完成しました。今回組み立てたスペースシャトル、割と大きいですね。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。このスペースシャトル、造形がすごいリアルに作られていて、めちゃくちゃ素晴らしいです。では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。操縦席は黒いクリアパーツで再現されています。上から見るとこのようになっていて、スペースシャトルのウィングの再現がすごいよくできています。そして後ろのバーニア部分はこのようになっています。で、作って思ったんですけど、このスペースシャトルって結構レゴロボに使えるパーツがいっぱい使われていますので、これは2個買いしとけばよかったです。ではこちらのスペースシャトルのギミックについて説明します。スペースシャトルのこの部分がヒンジで、はい、このように開くことができて、中に小型衛星があります。この小型衛星はロックとかはありません。もう普通に取ります。で、このクリアのヒンジパーツを展開すると、はい、こんな感じです。この小型衛星も少ないパーツでよく再現されています。スペースシャトルのこの部分と小型衛星のここを合体させれば、はい、このようにすることができます。こんな感じで小型衛星を分離してこのようにすることもできます。では最後は大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。高さはミニフィグよりちょっと小さめで、長さはミニフィグ 4,5 体分はあります。このスペースシャトルが結構でかいことがわかります。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。長さについてはレゴマリオ約 2.5 体分で、高さについてはレゴマリオの胴体らへんですね。はい、レゴクリエイタースペースシャトルはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースペースシャトルを組み立ててレビューしてみました。このスペースシャトルのギミックは思ったより少なかったんですけど、造形がリアルですごく良かったです。で、あと個人的にはレゴロボに使えるパーツがいっぱいありますので、これはパーツ集めとして買うのもありだと思います。次の動画では宇宙飛行士に組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。